エドワルド・モンドラーネ大学は、マプートに本部を置くモザンビークの国立大学である。1962年に設置された。1962年に、国立、エドワルド・モンドラーネ高等学校として創立される。本拠地は当時ポルトガル領東アフリカ州とロレンソ・マルケス市。大学名は、エストドウス・ジェライス・ニバーシュタリオス・デ・モーサンビックと呼ばれていた。 1968年に、ロレンソ・マルケス大学に改称した。1975年に、モザンビークがポルトガルから独立し、1976年2月3日に、首都名が、ロレンソ・マルケス氏から、マプト氏に変更されたのに伴い、独立戦争中に暗殺されたモザンビーク、解放戦線の初代議長、エドワルド・モンドラーネにちなんで、エドワルド・モンドラーネ大学に、 名称変更された。現在は8000人の学生が在籍する。学長は大学教授のブラザンマズウラである。ありがとうございます。